皆さんこんにちは。 USJ によって暗黒面に落とされた男ツムニムです。今日は2月2日金曜日。今回は速報版ということで手短にお話しします。なんと昨日の深夜に USJ である作業が行われていたらしく、気づいたらインパしていました。果たして何の作業なんでしょうね。早速行ってみましょう。え、待って、嘘だろ。おい、来たー。なんと、なんと、インジェン社のジープがジュラシックパークエリアに帰ってきました。嬉しすぎる。実は、最近、この車、再塗装などをしだして、もしかしたら再展示するかも、って、昨年末から予想してただけに嬉しいです。再塗装され、ボディは、とても綺麗になっていました。インジェン社のロゴは、以前よりも、ちょっと大きくなっていますね。実は、このジープは、映画、ロストワールドの撮影で、実際に使用されたものと言われています。そんな貴重な車ですが、どこぞの原作レイプモンスターの建設時に撤去されて以来、長らく死蔵されてたんですよね。まさに宝の持ち腐れ。それが、何の気まぐれか、8年以上ぶりに帰ってきました。今晩は赤飯で確定です。車内を覗き込むと、内装も、以前より、すっかり綺麗になっていました。そして、以前はなかったと思うのですが、後部座席にアタッシュケースが追加されています。インジェン車のロゴが実に怪しげで、かっこいいです。そもそもインジェン社ってのはジュラシックパークの経営会社ですね。恐竜を飼育しているという夢いっぱいの事業をしているのとは裏腹に、実はカスみたいなブラック企業です。全体的に見て素晴らしい仕上がりの状態ですが、一つ残念な点がここ、ドアミラーがなくなっていました。ただこれ移設作業の直前まではついていたので、土壇場で外したんだと思います。その証拠にエイジング加工の跡が残っています。おそらく、どこぞの頭チンパン腰振りパンパンが、いたずらでへし折ったりするのを恐れて、いっそ、それをされるくらいなら、初めから外してしまおうという魂胆のようです。まあ仕方がないですね。常識レベルエグの人が多いせいです。ついでに心配なのが、車によじ登ったりして、破損し、また撤去されたらどうしようという心配です。さらに言うと、この車、実は窓ガラスがついていないんですね。ネットはついていますが、フロントに至っては、それすらありません。原作がそうだったのでそこはいいんですが、問題はこういうのを見るとバカは決まって同じことを考えるんですね。あーし、学生時代はバカな学校に行ってたのでバカの生態には詳しいです。例えば網の目にタバコとか小さいものをねじ込んで車内に捨ててやろうとか、フロントからゴミを投げ入れたりという心配です。大切にしてほしいものです。最後に、この車は映画ロストワールドに登場したと言いましたが、どうせ皆さんどのシーンに出てきたかさっぱりわからないと思います。なので親切なアーシがこの子の登場シーンを抜粋して紹介します。Oh hell, the fat head with the bald spot, fried tongue. Neck attaches at the bottom of its skull, instead of the back of its head is with reptiles. But when it lowers its head, its neck lines up directly with its backbone, which is perfect for absorbing impact. これだけですか？それだけだ。